呉市議会で市が説明したのは、防衛省が整備を目指す日鉄跡地での多機能な複合防衛拠点で、17日に防衛省から呉市へ検討中の案に反映させたい要望があるか紹介があったことからまとめられた要望骨子です。市の要望は、産業の誘致や整備で地元企業を優先することや、スポーツ施設など市民が利用できる地域に開かれた施設の整備、呉教育隊の移転など7項目にわたっています。防衛省からの多機能な複合防衛拠点という提案は、呉市にとって重要な選択肢と考えておりますので、呉市としての要望を防衛省に対しはっきりとお示しをしたいと考えております。この骨子を要望書にまとめて、来月上旬に市長と議長が直接防衛省に提出しに行くということです。